はい、おはようございますなんでおはようございますかよくわからないけど、おはようございます。とりあえず今荷下ろしの待機場所に、待機場所、待機中ですね。とりあえずここで順番待ちで下ろして、まあいつも通りの仕事でいつも通りのように向かっていくわけですけど、今日はめっちゃ天気がいいのでスムーズに仕事が行くといいなと思ってます。どうだろう、それでもまあ午前、まあちょっと今日の積み上がりが午前中はちょっと無理っぽいんで、いつもみたいに向こうに行ってお昼食べて積み込みしてみたいなぐらいだったらいいかな。最高なのが、まあ、検品してご飯食べてみたいな、スッと積み込んでみたいな、それやと結構いい感じなんですけどね。ちょっとどうなるかわかんないですけども、とりあえずそんな感じで今日も一日走っていきたいと思います。ちょっとあの元気にこういうパン売ってるんですけど、すっげえなんかパチンってラップ音がしたね今。これ黒コッペ、これあのなんていうんですか、黒糖のパンなんですけど、これがめちゃくちゃうめいつもこれがあるともうほんと買ってくるんですけど、夕方とかに行くともうないんですよね。なんでこれがあった時はやったラッキーと思って、これかあのちょっと紙の袋っぽく入ったぶどうパンってやつ、あいつが好きでよく買ってますね。とりあえずまあ朝飯のパンを食べていこうと思います。このパンなんか知らん、でもねこう両方がくっつくんですよこの袋にでしかもねこのつきやすいもんで取り出しにくい場合っていう、ここから避けて取ってくださいっていうことまで書いてあるぐらい、もうなんかあのくっつくんですよ。これ分かっとるんやったらなんか改良すればいいねと思うんですけどねあのくっつきますみたいなことが書いてある。このパンマジでうめい。はい、とりあえず荷下ろしの方は完了しましたね。ちょっと完全にあの多分ね露出が外に合ってるんで、多分僕は ほぼほぼシルエットみたいになってますけど、お構いなくお構いなく、おかしいかちょっとそんな感じになってますけど、まあシルエットぐらいがちょうどいいと思うんでねえ、さっきあのエアコンのとこにこう匂いのやつつけるやつあるじゃないですか、あれのなんていうんですか、こういうに一応多少香りがついてるんですけど、その匂いのやつをなんか効きが悪いなぁと思って新しいのをちょっとつけたんですけど、で古いのもまだ少しなんか液残ってたんで多少効いとるのかなと思ってこう鼻に近づけるんですけど全然匂わないんで、あこれやっぱ効いてねえのかなって、新しいやつ出したら結構匂うんですけど、
多分なんか強烈になってます、ね、おボルボ、うえかっこいいな、多分中で、ね、匂いすげえことになってます、ね、僕やっぱ鼻がちょっと悪いでか匂いがあまりしないので、多分これ誰かが乗った時にうわすげえ匂うなこの車みたいな感じになってると思いますけど、はい、まあ誰も乗ることはないのでいいでしょう昔僕本当にあの匂い全然しんなしんなと思ってどんどんこう匂いのやつ足していってたら、あの昔あの事務所にいた子から、あの日報から匂いがするよって言って日報からめっちゃいい匂いがするんやけどいつもなんつって言われてこれキャビンなんかどんだけ匂うんやみたいな、そら蜂も寄ってくるわけやわと思ってねすげえ匂ってたみたいですからね、あの昔よくトラックの前にこう丸い缶のやつバー置いてたじゃないですか、あのようなやつを、匂いのやつを全然すぐなんか多分慣れちゃって出るんですよね、中に乗ってると匂いに、で全然匂いしんなみたいな、なんか全然効かんくなったなと、もっといい子足してでも多少残っとるやろうでと思ってそいつ残しとくじゃないですか、でいい子足してまたいい子足していい子足してなんてそんなことやっとるうちにもうキャビンなんかすげえ匂いになっとってもう本当普通に家 帰るとなんかあの服からいい匂いがするって言って子供たちも言ってたぐらいなんで、相当匂ってたんだと思いますけどね。そんでも僕は全然なんか匂いしんなみたいな感じだったんで、まあ、完全に鼻は終わってますね多分ね、その時点でうわなんか信号変わりそう、まあ大丈夫か、今日荷物の下に昨日積んだところの何ていうんですか、一応アスファルトだったんですけど、多分水がこう溜まるところかなんかで、こう砂が、細かい砂がその荷物にくっついてて、ほんでそのまま置いてきてるんで、もうなんか荷台の上がドロドロで、ドロドロっていうかなんか砂がすごくて、やーべめっちゃ砂溜まってんじゃんと思って、でもさすがにそんなんね、下ろし先でバーンなんて吐くことできないじゃないですか、なんで今後ろに砂溜めてますね団子が作れるぐらいの土が今後ろに乗ってますね泥団子が作れるぐらいの泥団子乾燥させてなんかテッカテカに固めて、テッカテカにしませんでした昔ツルツルにして、もうそんなことはどうでもいいかそう今砂がすげえ乗っかってます、まあ会社でショックですね、会社のなんか木が埋まっとるところに、そこに他のとこなんかですなんかあの何て言うんですか、あのプランターの土のところにまずとか違うか、というわけで、あのとりあえずあの今から積み込みの方へ向かっていくような感じですね。今日久々になんかこんなアングルで撮ってみてます、なんか久しぶりじゃないですかこのアングルも、なんでちょっと久しぶりに撮ってみてますね、まあ、たまにはこういうのもねいいと思うんで、まあ、またなんか違うとこ行ったらまたいろんな元に戻したり、このこっからのアングルで撮ったり
まあ、いろいろやっていけたらと思ってますけど、まあ、なんせいろいろやっていくのがいいですよね。なら、とりあえず積み込みの方向かいたいと思います。あと30分ぐらい、や、もうちょっとかな、もうちょっと走るぐらいかな、そんなもんで着くんですけど、ただちょうどお昼になっちゃう感じなので、ご飯食べれる時間があるかないかちょっと微妙なとこですけど、まあなければ、普通にパンあるんで、まあ、パンでちょっと今日はお昼つないで、そんな感じですかね。わあ、めちゃめちゃいい天気ですけど、めちゃくちゃ流れが悪い、めちゃくちゃ流れ悪い、なんかさっきからすっげえもう40キロぐらいしか出さない、どういうことやってくらい流れが悪いですね。でもなんか右に出ると多分なんかブワーって流れる気がするんで、うい、やっちゃおい、ギアが変な風になってきたよ。ギアがちょうどなんか変速するところでアクセル踏んどったもんで、ボーンってなった。あ、ほら、やっぱり出んでよかった。今すげえ流れ速くなったもん。これ出とったら大変なことになってましたね。そうなんですよ、これね、本当に流れ悪いなと思って右に出ると、それこそなんか信号で止まっちゃって、結局なんか左の方が先に行っちゃうとかで、僕なんか左が繋がっちゃってもう左に入れないみたいな、かといってスピード出せないみたいな、そういう状況に陥るので、やっぱり なかなか右に行って出づらいんですよね。もうね、こう流れが悪いなと思っても、やっぱそれについていかないと正直なんともならん感じになりますよね。よっぽど先が何にも、ね、なくて、あ、ちょっとスッと抜かしといた方が楽だなって時はいいんですけど、抜かした方が、こうやって信号が結構あるとこだと右出るとなんか余計遅くなっちゃったりするときあるんで、そこが結構大変難しい。かといってなんか遅いペースのままついてっとったらすごい時間かかるなって感じもするし、だから本当に普通に制限速度ぐらいには走ってって感じ。それ以下では走らないでよ。感じですよ。なんでもうあと、もうどうだろう、10分15分ぐらいでもうお昼なので、これはちょっとご飯食べてる余裕はないかもしれないですね。ご飯なし、まあ、ちょっとパンかじるぐらいかな、そんな感じで今日は行かないと無理かな。で、積み上がったらもうある程度こう走っていかないと、それこそ時間が取れなくなっちゃうので、今日はちょっとパンをかじるような感じになりそうですね。まあ夕ご飯をがっつり食いましょう。ね、休憩になった時に夕ご飯をがっつり食うようにして、とりあえず今日は昼間はパンで終わらせる感じですかね。まあ、ちょっとついてみて、時間に余裕あればレンチンでカレー作って、カレーだけバッと一気に流し込んでもいいかもしれないですけど、カレーは飲み物なんで。違う。まあちょっと時間見ながらです。ちょっと時間ねえかな、やっぱり。
さすがにご飯準備して片付けてなんていうそこまでの時間は取れないかもしれないですね。まあでも今朝のあのパンまだもう一個あるんで、あの美味しいやつ、まあ、あいつがあればなんとかなるでしょう。昨日の夜も夕ご飯が少なかったんでちょっと少なめにしとったら夜もうめちゃくちゃ腹減って、思わずなんかこのぐらいの小さいあれ何だっけ、チップスター、あいつ食べちゃいましたね夜中に一番ダメなやつですよね、夜中にチップスターとかそら痩せんわみたいな、そんな感じですよね。痩せんわってか絶対痩せる努力をしてないですもんねそれね。トレーラー行けるわ。ちょうどあの積み地のところには着いたんですけど、なんかまだちょっと時間あるし、なんとかもしかしたらラーメンぐらいなら食えるかなと思ってちょっと準備します。ビッグです。あ、はしはし。よし。お湯どんだけや。お湯がどんだけか書いてね。どっかに書いてあるはずなんですけどね。多分。お湯の量。400。目安400ml。 うわ、こぼれんなよ、こぼれんなよ。ちょっと一応中にメモリが切ってあるんですけど、うわめっちゃ飛ぶやん。これだけでも食べれたらね、相当ありがたいじゃないですか。ほら、やっぱりこうなる。絶対こうなる。前なんかこの箸のこの辺まで繋がってて、この割る時のこの辺まで繋がってて、パッて割ったらもうこの辺からビシってありえんくね。なんか電話が鳴るよ。
ちょっと待って。ちょっとご飯だから待って。やばくないですか。どんだけ安いあの割り箸なんやって話じゃないですか。ていうかこの蓋止めのテープがついてるの懐かしくないですか。最近なんかこの二手になんかなってるピロってやつじゃないですか。あと30分か。まあ、とりあえず30分待ちましょう。30分待ちましょうじゃねえわ。とりあえず30分なんで。とりあえず湯が沸くのを待ちましょう。まだちょっと沸かないんですけど。エコフローのこの電圧っていうかこの何ケトルであれ600ワットなのかな、600ワットぐらい使ってますね。結構お湯を温めたり、なんか温めるってやつは結構電気をすごい使いますね。でもこいつやっぱこのポータブル電源はマジであるとありがたいですね。いろいろこうお湯も沸かせるし、ほんといいですね。てか早いわかんか。コーヒーとかのお湯だったらすぐにね、味噌汁とかならすぐに沸くんですけど、さすがにちょっと量が多いんで遅いな、沸くのが。あんまり熱すぎてもあれやで、ちょっと様子見ながらやりますか。熱いと食えんで、熱すぎて。もう結構グツグツしてる。グツ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 沸騰してる。もういいわ、もういい。結構熱なってるでいいわ。さあお湯が足りるか。うまっ。センピタンコさすがやな。自分で言うさすがやな。すごくね、ぴったんこ。別にすごくねえか、これにメモリついとるっつっとるんですごくねえか。ね、じゃあとりあえず3分待ちます。じゃあ今から3分の間に何しましょうか。何もしねえか。とりあえず待ちましょう。はい、じゃああの3分経ったものがこちらになります。うるせえか。うるさいね。そういうくだらんことしんでいいね。とりあえずいただきます。うわ、なんとか昼食べれたでよかったな。パンだけになりそうな気がしてたんですけど、時間的にちょっと早く着いたんで。どんだけ時間読めてねえって話ですよね。まあ早くなる方はいいか、遅くなるよりはね。あ、よかった、これ結構湯は熱いじゃん、全然熱いじゃん。シーフードヌードルも美味しいですよね。わっちいわこれ。まだ早いか、なんかまだ硬そうやな。いただきます。ちょっと熱くてもてんわ。
っちゃシールが手に飛んで暑かったし、なんかすげえシール飛びよるし、暑いなこれ。よし、マジでよかったな、これだけでも食べれて。さすがに朝昼なんかパンはきついですもんね。きついっていうか辛いですもんね。こちらが食べ終わったものになります。いらんか、食べ終わったやつはいらんか。汁があるんですけど、ちょっと汁もこれ飲むと後で絶対すっげえ喉乾くんで、はい、じゃあちょっと汁は分かります。少なかったかな。分かってないよね。こうするともうこれ固まっちゃってます。ただめちゃくちゃ熱い。ほんで、こかれるので、こかってしまいます。ごちそうさまでした。とりあえずあと積み時間まで15分あるんで、ちょっとね休憩して準備だけしたいと思います。はい、とりあえず荷物の方はね積み上がってますね。暑いわ今日。
がキーって言っとるのかなと思ったら後ろのバスやった。てっきり僕のブレーキがなんかキーなんてなっとるのかなと思ったら、おお、なんか怖いやつ通ってた。U ターンしてきましたね。よくこんな交通安全の時にやりますよね。今交通安全ですかね。ところで看板見てねえのかな。看板見てないですよね多分ね。見とったらやらないですもんね。前にこのなんかこっちも後ろも確認ができる位置ぐらいで止まっていた方が分かりやすいですよ。あまり前に出ちゃうと人が来ても分かんないですよね。
自転車が、なんていうんですか、交差点、僕はこうやって行って、こっちに左折しようとするときに、この手前まで曲げちゃうと、死角でやっぱ見えなくなっちゃうじゃないですか。なんで、一応、まっすぐな状態で、こっちの奥も確認ができるようにして止まってたりするんですけど、今もやっぱりそこで止まって見てたら、向こうの路地からこう自転車がバーッと出てきて、やっぱりこっちで、ね、渡ってったので、やっぱりああいうところはなるべくこの奥も確認できるところで止まって待つっていうのが、だいぶそれだけでだいぶ違うと思いますね、やっぱりね。距離があればグイッと曲げ込めるけど、やっぱなければこうやって斜めになっちゃうんで、まあ、どうしてもそういう時はね、確認がちょっと大変になってくるんですけど、まあ、それでもやっぱね、実際こうやって体を動かしたらだいぶミラーの見える位置なんてだいぶ変わりますからね。それだけで結構変わってきたり、まあ、目で見える範囲も変わるんで、まあ、やっぱああいうとこはこうね、このままこうやって運転してるんじゃなくて、いろいろこう覗き込んでみるってことも、まあ、それが合ってるのかどうなのかわかんないですけど、僕はそれで結構その方が確認しやすいなと思ってやってますけど、まあ、人によってはそんな体を動かしとったらかもわみたいな言うか人も言うかもわかんないですけど、まあ、それはちょっとわかんないですけど、僕はそれが一番いいかなと思ってやってるだけで。まあなんやかんや脳が鍛えてますわねえ、なんやかんや脳が鍛えてますねとりあえず安全に走りましょうってことですよやっぱりまだ富山の街はちょっとこう車多いですね。やっぱりが上がってきたんで、路面の温度も上がってきたから、軸のタイヤが
結構もう減ってきてますね。 まだまだ使えるには使えるんですけど、左側がやっぱどうしてもねちょっと減りが早いんですけど、左側のやつが何スタッドレスのこういう溝がなくなってくるぐらいの感じのとこまでは来てますね。今ちょうど新品のタイヤまた会社頼んでくれてるみたいなので、減ったらまたそいつをね開けるようにはなるんですけど、危ねえぐらいなのかどうなのかって自分で体験してみないとちょっと分かんないんで、ちょっといっぺん会社に頼んで、いっぺん縦溝入れさせてよって言って頼んで、ちょっと縦溝で次からというか次の一本縦溝でちょっとね履いてみようかなと思ってます。でも実際縦溝って縦溝のデメリットって、その雪道が走れないと悪路に弱いっていうぐらいしかないんですよね、デメリットって。あと縦溝ってメリットばっかじゃないですか。正直転がりがいいんで燃費もいいし、音は静かやし、で実際で縦溝って水はけはめちゃくちゃいいんですよ、雨降りので。横滑りとかも、横滑りにも強いんですよ縦溝って。なのにどのぐらい本当に何が滑るんやろうって感じなんですよね。だからちょっと、まあ、昔からそうやって聞くんですよ、縦溝ってすげえ滑るぜっていうのを聞くんですけど、ちょっとその辺も自分で確かめてみたいので一遍履いてみますね。本当はフロントにも履きたいんですけど、てかどっちかちょっと本当はフロントに履きたいんですけどフロントすぐダンベリしてくるんで、もう本当にフロントに履きたいぐらいなんですけど、でも実際そのね、うちの会社もその車速っていうかそういう決まりね、法定速度とかそういうのを守りましょうっていう、まあそれは当たり前のことなんですけど、一応守りましょうって会社なので、そこは割と厳しいので、実際スピード出さないじゃないですか。そのね、法定速度のうちで走ってて、実際どのぐらい本当にそのスピードで走ってて滑るのかってとこなんですよね。なんかそのスピードでは滑らない気がするんですよね。というか滑ってもそのスピードならなんとかなるんじゃねみたいな実際そんなピューナで滑ってくことなんか絶対ないと思うんですよね。なのでその滑るっていうのがどういう意味で滑るって言ってるのかがちょっと分かんなくて、それが知りたい、自分でちょっと履いてみて知りたい。雨降りの加速とかにブーンブーンって滑っちゃうぐらい滑っちゃうっていうかね、その空回りもしちゃうよぐらいな感じなのか、
ックスとかオールシーズンのねミックスタイヤとかああいうとかやつとかでももう減っていくと外側なんかねもう溝がない状態になるじゃないですか。で内側真ん中だけのその溝になるんでそこまで変わんないじゃないですかその縦溝のタイヤとかとそこまで変わらないじゃないですか。で結構ねスタッドレスなんかでも履き潰してこうやって履いてって減ってきたぐらいの時とかなんかなんだかんだ言いながら走ってるじゃないですかみんな。それでそのテレテレになるまでは走ってない。何にしろね溝があるあたりぐらいまでは走っている時はあんまり縦溝と変わらんぐらいになってるじゃないですか。なんかそこまでじゃねえんじゃないかなって思うんですよね。ただなんとなく僕が昔まだね若い頃トラック乗り出してちょっと経ったぐらいとかそのぐらいの時はやっぱりなんかその縦溝ってやつがもうなんかトラックのうんちゃん曰くダセーみたいなそういうことを聞いたことがあって、その現場でなんかかっこいいトラック乗ってる人がいてその人とちょっと喋ってた時にそのかっこいい人のトラックチカチカなんですけどなんかタイヤが縦溝履いてたんですよ。そしたらその運転手さんはそのうちの会社こうやって外はすげえ構ってくれるんだけどって言ってタイヤが縦溝やでダサいんだよねみたいなこと言ってたんですよ。それを聞いてあ、なにタイヤって縦溝は出せんやみたいな感じで僕は思ってて縦溝は出せんやみたいなあ、そうなんやみたいな感じでずっと僕いたんですけど、でもなんか、なんかこう年数を重ねるうちに縦溝ってメリットしかなくねみたいな感じになってきて、どっちみち冬になったらそのスタッドレス履くわけやし、で僕らよっぽどこういう悪路行かないじゃないですか、ね、現場のドロドロみたいななんか土の上とか走ることもないし、ね、ほぼほぼこうアスファルトの上だけ走ってるんで、そう思うとやっぱメリットしかねえんじゃねえかなと思って、縦溝の方が使うなら縦溝の方がいいんじゃないかなってすごい思うんですよね。どうでしょうかわかんないですけどどうでしょうか。なんとなく僕はそんな感じで思ってるんですけど、ちょっと実際履いたことないんでちょっとね何とも言えないんですけど、だからちょっと次の履いてみた時ちょっと楽しみだなと思って、わかんないですよ車の感覚って、その人によって滑るも滑らんもわかんないですよね。めちゃくちゃ滑るって人もおれば滑らんって人もおるじゃないですか、その人の感覚で。でやっぱ僕が大丈夫って言っても他の人がめちゃくちゃ滑るっていう可能性だって十分あるし、ね、車でもそうですよね。この車乗りやすいっていう人と乗りにくいっていう人いるじゃないですか、やっぱり。なんで人それぞれなんでね、やっぱ分かんないですよね。その人から聞いたことを滑るって言われて、まあ滑るんやとは思うんですけど、じゃあどのぐらい滑るのって言って、なんか運転もしとれんぐらい怖いぐらいに滑るのって思っちゃうんですよね。じゃあ逆にバスとか結構ね縦溝とかめちゃくちゃ履いてるじゃないですか、バスとか履いてるやんって思っちゃうんですよね。なのでちょっとね履いたことないのでこれ以上何とも言えないですけど、ただ僕の中でそのタイヤにダセーも何もねえと思ってるんで、タイヤなんでタイヤにそのかっこいいもダセーもそんなんあるのって話なんで、僕の感覚ではですよ。そういうのが気になっている人たちはやっぱそこは気にして履くんだと思うんですけど、まあ、僕はもう本当にタイヤはただのタイヤなんで、正直燃費が良くなってくれればいいし、
もうロ下手したらローテの回数だって減ってくれたら減ってくれた方がいいし、もう減りが少ない方がいいし、もう本当そういう感覚なんですよね。で実際の乗用車のタイヤとかでもエコタイヤとか今あるじゃないですか。エコタイヤとかってほぼほぼあれ縦溝じゃないですか、ね、縦の深い溝が切ってあって横なんか細いやつがバババババって入ってるだけでね、あれほぼほぼ縦溝なんで、やっぱ燃費がいいんですよね。その縦溝っていうタイヤはね。縦溝ってみんなね、普通に縦溝って言うんですけど、あれ何タイヤって言うんだっけ、なんとかタイヤって言うんですけどね。とりあえずそいつを履いてみて、また履いてみたらどうなるか、またちょっとこうやっていこうかなと思いますね。どんな感じになるか。そんな感じでなんやかんやすげえ喋りましたがとりあえずね、回していきたいと思います。今日はなんか走行動画がすごく少ないので、ちょっとだけ走行動画を流したいと思います。やっぱり僕の動画には走行動画がないと僕自身が面白くないので。まあ、見てる人たちはね、多分そんなに走行動画は別になくてもいいよみたいな人いっぱいいると思いますけど僕はやっぱりね、欲しいんですよこの走行動画が。これがあるとやっぱり編集してたりするときにね、一通りこうバーって見て流していくんですけど、やっぱりね楽しいんですよね、僕こういうのを見てると。なのでちょっとだけ流していきます。もうほんとちょこっとちょこっとだけですけど、流すの今日はすごい長くなっちゃうんで。長くなっちゃうんでって言って、前3時間半ぐらい出しといて何が長くなっちゃうでねね、前3時間半も出しとるやねえかみたいなね。綺麗だね、いい天気だ。あ、今日は放水してないね、水。
さあ、それでは長い動画になってしまったかもしれませんが、終わりにしたいと思います。よければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。なんか YouTuber の人みたいな感じじゃないですか。うるせえか。